その動きを牽制する自力型3番の清水博人がまず前に出ていく。打掌の周回入っていきます。外を叩いてきたのは6番の北井勇気、神奈川勢が前段の内、そして3番清水が中段4番手、1番の新山後方8番手で間もなく打掌を迎えていきます。打掌を迎えて後方を牽制しながら6番北井勇気が先行体制、レースは若干スローペース、後方から1番新山恭平、4番浅井を連れて中段まで一気に前かした、若干4番浅井がちぎれている、1番新山が最終的に証言を奪った、そして6番北井がすっぽりと番手、3番手が9番の軍事恭平が続いてバックストレッチへ入っていく、逃げる1番新山恭平番手にはまっている6番北井、3番手が9番の軍事恭平、さらに後方には5番の増谷がついて第3コーナーのカーブ、番手まくりを放ってくるのは6番の北井勇気、第2センターから4コーナー、バックに蹴った6番の北井勇気が先頭、さらに外を3番9番追い込んで最後は9番。まもなく4コーナーからホーム、周回残り2周です。前段は近畿、8番窓場、後方の出方を見ています。番手は1番の脇本、7番の故障が3番手、前から8番の窓場行きます。そして9番車の期待が上がってくる、3番深谷を連れています。打掌なって600、前から逃げる窓場、2番手1番の脇本、9番車の北勇気が現在2番手のアウト、3番の深谷がいまして、外4番車伊藤相馬が上がる最終の1コーナー、前は8番の窓場、外から懸命に4番車伊藤相馬が上がる、まくり切ったのが4番の伊藤、2番手1番車の脇本切り替えて、外のコースは9番車の期待がいまして、2番の清水が外上がってくる、7番車故障が3番手、まもなく4コーナーから直線、先頭4番の伊藤、1番の脇本、脇本です、続いた7番の故障で近畿の両名、最後は脇本。3着滑り込んで決勝進出、さあ赤番標識に向かいます、7番手から久米が小玉の横でワンクッション置いてきました。久米がまずレースを走って、野口がすっと吉川の外、やはり準決勝同様小玉の後ろ、野口はここピンポイントで勝負をかけたか、吉川 VS 野口の小玉の後ろ、6番手取り合います。残り1周半、打掌を迎えた、小玉は5番手どっしり構える、5番の小林以降、2番手から3番の尾崎が小林横並んでいる、ペースはスローダウン、我慢比べか、7番の久米が小玉の位置を確認している、まだ様子を見ている、5番の小林以降は久米の後ろを狙ってきている感じか、いや小林以降は逃がされる、小林以降は逃がされる形だ、小玉は5番手だ、ここは初日のティアラカップ同様小玉5番手、2番手7番久米、2車身車間を空けているか、余裕あるか、そして5番手から小玉が行った、小玉が行った、4番手3番手尾崎の上、さあ7番の久米の番手の上、その上行った行った、地元の主役小玉抜き出した、2番の吉川が迫る、4コーナーバッター、小玉先頭、小玉先頭、地元のエース完全部位、1番2番3、4、6、3着どうか、地元のエース児玉葵見事に決めました、決定お待ちください。5番手から豪快なまくり、2月3月苦しい時期を乗り越えて1回でしっかりとここに照準を合わせ、最後フィナーレ大輪の花を咲かせました。3着どうか、尾崎柳原3着どうか、まず児玉葵から吉川美穂3着どちらでしょうか、3番の尾崎か4番柳原か、市二三の入着順です。昨年のファールカップ以来、児玉葵は G1 通算2回目の優勝となる模様です。開会式の関東宣言に始まりフィナーレまで、まさに児玉葵の前で構えた4番の吉田拓也は、さあ古性が一旦先に前を抑えていく、さらに上から小林大成が行って、やはり小林大成はこの決勝
かけそうな感じ。諸橋が続いて、さあ古生が3番手の位置、その内側切り込むような格好で清水、あとは外からは山口、4番の吉田拓也が6番手で構えました。8番小林大成を逃がしてこのままか、いや、やはり来る。4番の吉田拓也が一気に巻き返しに打って出ました。小林大成がさあ先行勝負でありますが、一気にねじ伏せた。2番平原が続いて、それから7番の武藤、あとは9番の岩本が4番手、故障はどうか。山口健也がまくりを放ってまいりますが、まだ前は遠い。先頭はさあ4番の吉田の番手の位置から2番の平原が抜け出す。2番の平原幸太です。3年ぶり9度目の G1 制覇。青番周回2センターから4コーナーに向かいます。初手から4番手が並走となりました。柳原と留めで並んでいます。前は6番車の山原変わらず、そして2番手に4番の吉村がいます。いよいよ打掌の周回に入りました。3番手には5番の大崎がいて、この後ろ1番の留めと3番の柳原が終始並走しています。人気は止め、そして奥井で分け合って、あとは5番の大崎も上位人気に支持されています。この決勝戦です。金が入りました。スローペース、4番手並走、2番の奥井の後ろには初手から石井がマークに入って、さあ奥井がここは6番手、ここから仕掛けてまいりました。2番車の奥井、さあ奥井が最終ホーム、一気にかましてくる決勝戦。ただ前では6番車の山原もペース上げてくる、もがき合い、外を通ってここで2番の奥井が先頭に変わりました。さあ2番手3車並走なんですが、抜け出したのは7番車の石井です。あとは縦に踏んでいって5番車の尾崎まくり上げていって、現在3番手付近まで上がってまいりました。逃げ粘っていくのが2番車の奥井、そして追走7番車の石井、3番手縦に踏んでいったのは5番の尾崎で、4コーナーから直線コース、2番手からは7番の石井、最後は抜け出したか、内は2番の奥井振り。体型縦一列、青番周回3コーナーから4コーナーです。神奈川勢3番の郡司自ら前を取りました。後ろを振り返った3番の郡司、中段に2番の新山がいて、そして5番の脇本は7番手。さあ残り800、誘導を下ろして後ろから5番の脇本がいった。脇本上がっていくんですが、前では3番車の郡司、やはりここは神奈川勢先行策、迷いがありません。3番の郡司が決勝戦風を切る。そして5番車の脇本も上がっていくんですが、現在は中段の外で、そのうちには2番車の新山がいます。さあここで5番車の脇本外に浮いて苦しくなりました。風を切る3番車の郡司、襲いかかる2番車の新山。さあそして2番手牽制を見せつつ、ここで9番車の期待が縦に踏んでまいりまして、番手まくり、続いていくのが8番車の和田まくる、あとは3番手4番の小林、7番車の故障が現在は4番手、そこから再度踏めるかどうか。4コーナーを回ってくる、先頭は9番車の期待先頭で踏ん張ったか。12レース決勝、最後尾で足を溜めて8番の新田、確実に復帰してきている8番の新田も一発を狙い、まず仕掛けていくのは1番の期待、それを見ながら9番脇本、出させずに突っ張るか脇本期待で先行争い。さあ引かずに脇本、神奈川勢の挑戦を堂々と受けて立ち、突っ張り先行9番脇本、期待とのもがき合いとなっていく。2番の故障が郡司をさばき、9番の脇本一旦下げて近畿コンビ2番手、しかし郡司もそれを許さずともう一度追い上げるんですが、故障がそれをいなしていく。1番期待の先行策、後ろ入った9番脇本、続くは2番の故障、近畿両者の後ろには3番の増木も入って、さあ発進していくは9番脇本、2番故障が続いていき、そして3番増木、4番吉田、
途中馬両者が外をまくる。2番の古性が牽制する。逃げる9番の脇本、脇本逃げて外踏み込んで3番、そして内7番山口も強襲し、3番増木、増木匠、外4番吉田、8番に行った。連覇を狙います。周回は第3周回2センターから第4コーナー、眉毛体制7番車窓場近寄り、前を任せて2番古性優作の同期の2人、さあここで9番古志、ここは新山恭平動く。さあ赤番通過、打掌周回7番の窓場近寄りの位置取りはどうか、抑える9番新山恭平、7番の窓場近寄りは下がった。東北勢4車を出させるのか、近畿勢5番手に引いたジャンが鳴った。さあ勝負に出るのか、8番松井浩雄まだ動かず、7番手だ、一番後ろは5番の増木匠、第4コーナーまで9番新山恭平、さあペースを掴んでいく、残り1周を今切って1コーナー、東北勢のペースでいく、9番3番4番6番7番の窓バーチカイル、2コーナーで仕掛けるか、窓バーチカイルのアタック、追走2番の古性優作、地元勢はまだ後ろだ。さあ3コーナーからセンター、7番の窓バーチカイルが2番手に上がる、これをブロックする3番佐藤慎太郎止める、先頭9番新山恭平粘る、直線伸びきったら2番車古性優作。古性の軍事は位置取り狙い濃厚。さあ残りは1周半、勝負の鐘、2番古性の切手山崎が出ていく、あとは3番軍事も集団狙いか、1番増木一旦8番で退きます。山崎が出て軍事が発進だ、2番の古性は荒井をどかしながら九州3番で割り込んで、増木と恩田関東2人は8、9番手です。踏み込んで3番の軍事が主導権、宇治目から盛り返す山崎は深谷と並んだ。8番競争現状としては4番手あたり、古性5番手、南が6番手、7番荒井は7番手、1番増木遠い8番手から2コーナーでまくりを打ちます。先頭3番の軍事、8番の北鶴がまくって出た、そこに2番の古性が切り替える、あとは1番の増木、古性の後ろを取り切った、これで増木勝負権ができている。深谷と増木が3、4番で並んだ、北鶴先頭、古性と増木を追い詰める、4コーナーから直線、古性が伸びる、増木匠を抱いた強類、逆転勝利増木匠。さあ誘導員との距離を取り始めた9番寺崎浩平です。後ろ攻め3番新山が動きに来る、ここに対応して9番寺崎、踏み合いになりそうですが、さあ9番寺崎、3番新山を出しませんが、7番渡辺が一瞬故障の位置を探っていく、しかし3番新山2番手外でとどまりました、狙われた脇本裕太、残り1周半だ。さあ3番新山は3番手外で少しいっぱい気味、7番渡辺幸典は1番故障とまだ絡み続けていますが、故障がしのぐ。さあそこを2番郡司剛平、ホームからの発進で4番小原が少し遅れた、寺崎の逃げ、番手はしのいだ、5番脇本内に差し込んでしまっている、2コーナー2番郡司のまくり、乗ったのは1番故障優作、あとは外から8番佐々木幸のまくり、故障が止める、故障が止めながら前に踏みますが乗り越える、8番の佐々木勇気、そして外から6番川端智之も来た、間から4番の小原大輝追い込んでくる、さあ広がったが1番故障優作だ、故障優作ゴール、2着4番小原大輝。